さあやっていこうか。ワンショット。戻りました。今回パート7ですかね。おい、週間ぶりかな。おかえりなさい。最近はまあニコちゃんがね、あんまりそのいいテンションで話しかけてくれないんだよね。太陽がないせいで作物があまり育たない。それに備蓄もいつまで持つかわからない。頼む、救世主。急いでくれ。うん、頑張ってみる。救世主頼りねー。こい、チリンチリ鳴らしたら来るとか。あれだね、スーホの白い馬のなんかね。あのモンゴルの何でしたっけ、豆にはテンション上がるんかよ。あのなんだっけ、あのなんか移動式テントあったじゃないですか。名前忘れた。これがドラクエの世界だったら一個一個壺破壊して回るんですけどね。なんか今銃って言った。これなんか入れる。入れた。お邪魔します。先週釣りに出かけた時に四角形を見た。危険だと分かっていたから近寄らなかったけどな。四角形、そう四角形、あれはかなり厄介だ。ベッドだ。どっちかというとマットレスかな。これまた勝手に寝ないパターン。よかった。何、いや、もう実況撮ってるの後ろでなんかクッション落とされちゃった。罠だ、これは罠だ。お邪魔します。おい、世界ゆっくりと崩壊し始めている。まだ必死で生きようとしているが、だとしてもいつか世界が諦める日が来るだろう。その日が訪れるまで長生きしたくはないね。ミーが太陽を元に戻すよ。けれど根本的な解決にはならない。あのお姉さんが言ってたことと同じだ。だが気を落とさないでくれ。太陽がなければ世界はもっと早く滅びてしまうんだから。せめてきっとみんなもう一度太陽が見たいはず。これはなんかこう風刺と言いますかね。なんかわあれだね、ゼルダの伝説時のオカリナのね、城下町のすぐ横みたいな感じのところですね。これで全部だ。穀物の道か。これしか残ってない。しかもネズミがいっぱい出てきて困ってる。それなら猫を飼うのはどう？ミー買ってもらえよ。確かに猫は一匹町で探してくれ。いとこに頼んでみようかな。最近そいつがそこに引っ越したんだ。わあ、暗いところで目が光ってる。うん、まるで太陽みたい。ああ、誰もいない町。ここはホタルイカじゃなくてホタルそのもので明るくしてるんですね、部屋の中を。どうした。なんかこういうさ、ポケモンのトレーナーいますよね。で、なんかね、こっちを向いてない時に今だーって言うんですけど、そういう時だけなぜか180度方向ペンがペーって、チュッ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 。ああ、調べるところが多いな。ああ、どうした？料理でも作ってんの？まだ関心ないけど、シチュー食べる？お腹空いてない？全部、救世主なんだ。なんでさ、そのさ、どうでもいいんですけど、なんでみんな私のことが救世、私とかニコのことを救世主だっていうことを、もうすでに分かってる状態なんですかね。で、2回引かなくていいですよ。ここにある、あれなんだっけ、もうなんかモンゴルのやつわからなくしたな。また住む場所見つけないと。あれ、どの家に入ってどの家に入ってないかがわからなくなった。とりあえずここら辺は OK。 あ、もしかしてこれあれ行けて、あ、入れた。ほいパパがね、この世界は重い病気にかかってるって言ってたの。でもブルーホースがきっと治してくれるの。もしかしてブルーホース？少し違うかな。ミーは神様が怒った。ただの、お、怒った。送った。ブルーホースとお話できるけどね。わー、それってどんな感じなの？すっごいよ。頭の中に聞く。おー、俺はなんかあれか、存在しないなんか何かなのかな。おっと、なんか進んで音楽が若干変わった。あれ？俺は？あれ？あ、なんか戻ってきた。あ、ここに戻ってくるんですか。はということは、じゃあ一旦またさっきのこうちょっと上戻りまして、なんか今回も探索会的なことですよっていうことを言われてるので、まあなんか進展があったり面白いネタとかがあればいいんですけどね。あ、思い出した。ゲルだっけ。ゲルじゃなかったかな。ジェルじゃなくてゲルだったような気もしなくもないんですけど、あ、なんかちょっとほいほいほい。
今はランタンの明かりでどうにかするしかない。やっと小さな目が見えてきた。身紙の色にある程度時間がかかるだろう。踏みつ踏みつ小さな目踏まないように気をつけないと。行けやっちまえ踏んじまえおら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 。下道ですよね。何かが手に入る。ここはいけないんですもんね。でこっちまた戻ってったら、あ、ちょっと待って待って待って、こんな人いたっけ。あれ、こんな人いたっけ。いなかったよね。おい、俺にすごいもの、すごいもの、え、すごいもの。よろしい。南の方に半島があって、そこに僕の飼っているラムたちが住んでいる。あの子たちはみんな間違った場所にいる。苔のもっと深いところ、濃いところに移動させてやる必要がある。もし足元を踏まないベルを鳴らすとラムが元いた場所に戻る。南の島、南のこれ、これのこと？これ、え？元の場所に戻してあげるんだって。元の場所っていうのはここ。ほい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 。あー、こういう系。元に戻すってどういうこと？ちょっと待って、もう一回。どうするって。ラムたちは不憫な場所に立っている。あの子たちを苔がさらに深い場所に移動させて、もし足の踏み場がなくなってしまったらベルを鳴らすと幸運を祈る。ってことは苔がある場所に行かせてあげたらいいの？後ろで鼻でふんって笑われる声が聞こえてきた。そもそものスタートが違う。で、わあ、これをこうもしかして押せたりしない。あ、しない、しないんですよね。ああ、こういけんじゃん。いけんじゃねえかよ。じゃあ、いけたんかい。そうなったら、こうでしょ。なんか毛手に入れた。何これ、あまり役に立たこれもしかしてあれ、何、ストーリーを説明していくのに全然必要のないものだったとかっていうオチ。うーわ、無駄足踏んだわ。いやー、ブツブツ効果か。ブツブツ操作は処分したものあれ。ちょっと待って、これもしかしたらさ、早速だけど、ほいほいほい、羊毛は引き取ってくる。なんで交換しか。羊毛だって。それなら、この瓶に入ってる素敵な、実は何なのかわからないのさ。うわぁ。うわぁ。やっちゃいなぁ。やっぱりね、わらしべ長者ってやつがあるじゃないですか。ところで何手に入ったの？塗料の瓶。で、これぶっかける。無理。何のために手に入れたんだっちゅうって話ですね。ここは前回入った。で、こっちは確かなんかポツンと魚釣りだよね。一軒家かよ。違う、そういうしょうもないことはいいとして、でここのところはいいから、下行きまし、行けない。でもここ戻っても仕方ないですもん。あ、でももう一個のなんかツタがなんか絡んでたところ行けるとか、そんなオチ。一個一個こう潰していってたらとんでもない時間かかるんですけどね。これは、ああ、戻ってってる。で、ここが確か、ですよね。
もうね、あの恐怖のあまりに声が出なかった今、マジで怖い、本当に。ジューン、そいつはおのずと消えてなくなる。今は確かにね、消えてなくなってるんですけどね。あれどこだ、下は何かあったっけ、こっち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 。あ、こっちは、こっちはあのロボットが、あ、そうだね、戻ってきた場所だから。あ、ってことはこれまた入り口戻ってってるの、あれなんかツタ、あれツタツタ、んんツタ、いんあったあった、え、違う、違うな、違うな。こっち、いや、なんかここは来たことない気がする。だよね、だよね。そうだね、でこうしてこうして、よっしゃほら邪魔見やがれ、ほらほら、これ皆さん何が、なんか出てきた声、助けて、おお、あのすいません、また皆さんに伝わらない動画で大変恐縮なんですけど、今回ね、なんか呪われて、あの前回パソコンで、あのその効果を一時的なものだとかって言ってのたまってきたやつがですね、このあの画面を立ち上げた瞬間、ゲームの画面を立ち上げた瞬間に、このデスクトップがですね、なんかあの深淵の空みたいになって、すごい赤茶色みたいなバック、あの背景になってたんですよね。で今そのこの色っていうのが、まあ、皆さんお気づきの方もいらっしゃると思うんですけど、前回ですね、なんだよゲームの裏にこの画像あんのかよって言って、あのバーンって載せてたやつの通りに今作ってみたんですよ。そしたら、来た、そしてバック、ようやくデスクトップの背景がいつも通りに戻ってくれた。もうずっと呪われてるのかと思ったんでね、助けてくれたのありがとう、もう俺こそ助けていただいてありがとうございましたって、ずっとあそこあそこに閉じ込められて、君がアルーラ、あなた私の名前知ってるの、アルーラ、アルーラって何、ガルーラの親戚、実はさっき君のお兄さんに会ったんだ、あそっか、あカラスカラス、き今日お兄ちゃんのとこに連れてってくんない、いいけど、ここの中には何があるの、ただ本当にただ閉じ込められる、え待って待って待って、ちょっと待って、どうしてミーがその救世主だって分かった、太陽持ってないの、あなたの目太陽みたいだなって、あだから救世主なんです、その、ミーの世界ではこういう目をしてる人たくさんいる、あなたの世界、ちょっと待って、ニコはどこに住んでんの、ニコはどんな世界に住んでんの、まあいいけど、あなたが来たら全部かい、うん、うわー、ずっとついてくるやつやん、これまた、うわー、ストーカー、ほんとこのゲームストーカー多くない、超怖い、しかも今回の場合びっちりついてくるしさ、もうなんか、ほんとびっちり、なんか引き離せないかな、おら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 、無理だな、びっちりついてくる、びっちりついてくる、もうダメ、まあ、降参で、さっきの変態兄貴、さっき、これ、よし、書くものを見つけたか、書くもの、書くものってさ、この塗料じゃダメなの、ほい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 、塗料、書くもの見つけた、あはダメ、やっぱ無理無理、じゃあもうあれだよね、自分の指先切ってさ、血でいけってなったら、その血でさ、ツツツツツツって書いてあげたらさ、いいんじゃないですかね、なるほどな、なるほどな、お兄ちゃんだよ、違うか、ちょっと待って、あのお兄ちゃんの場所どこだったっけ、お兄ちゃん、あ、これだ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 、こいつだ、多分カラムス、アルーラ無事だったのか、本当によかった、よかったね、じゃあこれれなんて部屋の中に閉じ込められてすっごく怖かった、でもそしたら救世主様が助けてくれてんの、閉じ込められた遺跡の中で、そう入り口にあの変なのがいたの、ほら時々海の近くで出た、四角いやつ、四角いやつ、遺跡まで広がってる、まずいな、心配しないで伝わらなかった、怪我だかもしれないし、だとしてもこれ以上ひどくなったら他に住む場所を見つけないと、今言ってた四角いやつって、あ、じゃあ2個とカルムスと2個同じキャラになっちゃった、あれに触れたものは全部なんというかめちゃくちゃになる、みんなが言う世界の方、あれってじゃあ、あの自動販売機の上に出てきたやつもあるじゃないですか、あのモザイクみたいな、あれも四角なやつになるんですかね、うん、ミーのことはニコって言うのも猫で、いやいや名前で呼ぶなんて君にせりじゃないか、え、どうして、だってミーは見てしまうただの子供だよ、そうか、それならうちに来ないか、いいえ、ごめん、ブルーホースが別の場所に行きたがってるかもしれないんだ、分かった、君たちの他のやるって言って、でも気がかかってから行ってって、
そうね、ニコにあげたいものもあるし、私たちは遺跡に住んでるのね。ちょっと待って、遺跡に住んでるのね。遺跡に戻っていくのね。はい、お疲れ様でした。そうっすね。じゃあまあ無事に兄弟愛を、まあ、また改めてですね感じさせるという、まあ、非常に心温まるホームムービーを皆さんにお見せすることもできましたので、本日の動画はですね、切りよくこの辺りで終了していこうかなというふうに思います。ということで、ここ来たっけ。ここはどうも人間研究所へようこそ。こんばんは、シルバーポイント博士。旅ネタに出てくるのはシルバーマン博士。どうでもいいね。違うよ。ではそのままどうぞ。うん、まあちょっとなんか研究所にも行くのかな。うん、なんか研究所というとどうしてもなんかね、もうバイオハザードっていう感じがするんですけど、ってことは、あー、血は喧嘩してる。左が彼氏で右が彼女。まあそのところはどうでもいいとして、じゃあなんか、うん、それっぽい建物も見つけたところで、兄弟愛も育んでホームビートも完成したというところで、本日の動画は一旦、ここで区切らせてもらおうと思います。ということで、最後までご視聴いただきまして、どんありがとうございました。お疲れ様でした。さよなら、バイキュー。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。